お坊さんでこのところ話題になったのはあの清水のお坊さんがええ字を書くんいうはい、年末恒例の今年の漢字一文字はい、はい。はい、またありました、はい、お便りずいぶん頂い,いております、あ浅見のみっちゃんからも頂い,いております、ラムレーズンさんからもに、日本漢字能力検定協会は12日、2014年の今年の漢字に、税、ね、税金の税、税,税が選ばれました、4月に。 消費税が5%から8%に引き上げられましたが、しかし先月 GDP の成長率が予想よりも悪かったために10%への増税が先送りされ、安倍総理大臣が衆議院を解散してまで国民に審判を下す、うん、ね、あの、選択をしました。まさに2014年は税に振り回された1年でしたね、と。はい、議員さんもそうですし、我々庶民もそうやし、ということですかね、うん、税。 うん、まさにその税という、その年でありましたと、この方のご意見。よし、改め、エマニュエル巨人さんからいただいておりますが、まさに税金の税、これを受けての選挙もあり、本当に納得の今年の感じとなりました。うん ザコさんから、なんだかなという字でしたね、と。まあ、こういう感想もある。今まではもっと気持ちや感情を表すような感じが多かったように思うんですが、今年の感じは妙にリアル、リアルすぎるというか、思いが感じられないな、でももしかしたらそういう一年だったかもですね。来年はいい言葉の一年にしたいです、と。そうですね。うん、ここ数年はちょっと情緒的な感じが多かったですもんね。はい。いいイメージ、悪いイメージ、いろいろありましたけど。うんうん。 私はですね、金メダルとかね、うん、LED の輝く木という字ですね。 輝くはい。木、うん、<気>を予想していたんですけども、10位以内にも入っていなかった。名、ね、誉な一体何位だったのかなと。はい、昨年のはは予想的中したけども、うん、なかなか難しいな最近、あの、去年当てた人でも今年は難しい予測できなかった。ね税ってうの言て、ね、どう見ても税はないわなと書いてございます。栗取 <laughs> 相撲取さんからも、私の今年の漢字は、実、未という字です。 実,実りあるいい年になりました。来年も頑張りたいです。<さ>と。いいことあったのかな、はい、<は>ね、うん、こういう、だからね、あの、今年の漢字一文字当ててどうなんやとか、書いてどうなんやという意見もありますけれども、うんはい、バーンと多くの人が何を感じたか、うんで、今度は自分と照らし合わせて、まあ、税というのもそうだけども、今年は実だったなという、ねね、自分を振り返るいい機会ですよね。はい、うん。そんなふうに見てみるといいと思います。子草さん から我が家の今年の漢字は貝です。 介護の会、介護の会実母と同居してえ実え、実母と同居になりました、まだ1年も経っていないのに、夜眠るとき、いつまで続くのかなと思って眠ります、介護認定も来年は厳しくなりそうです、ため息が出ますね、うん、という、この方もやっぱり自分の1年を振り返ってみて、はいうん、うちは介護の会の字やなと、そこが大きい。ねで、決してこれが、うん、ああ、楽やで、介護はという話ではないですね。 大変なこの介護に明け暮れた一年であったぞっこれにどう 政治の光は降り注いでくれるのかということでしょうね。自、はいうん、堕落ならくださん。今年は税か。言われてみればなるほどという感じちなみに2位はデング熱やソチ五輪の熱狂から熱。3位は楽曲偽装やスタッフ細胞、号泣会見の嘘。それから私としてはアベノミクスに踊らされ、結局は GDP はマイナス成長。また、実質賃金指数もマイナスで、増税による家計の負担ばかり 増えましたので、マイナスという意味の負担の負というのかなと思っておりました。うん、とうん、ハマグリ顧問の編集者さん、来年は羊年ですが、羊という字はおめでたいことを表す書、吉祥のあのね、はい、小の字にも当たりますね。はい、という字にもつながるので、めでたく無事な1年になることを期待しております。 とと話されれたそうですとおーーこれ清水の森監視さんが言った言葉、はいうん、何にしても無事な一年になってくれたらと神様仏様にお願いする次第でございますそんな皆さん方漢字の思いをつづっていただきました「スクラブ」までどうぞはいえー、いろんなまだまだこの漢字に関しましてはね今年の漢字はい、はい、軍い寛平ちゃんからも頂い,いております、うん、これあの2000 2000年、2012年の金はオリンピック金メダルの影響。はい、1995年第1回は新、阪神大震災の時の新ということで。はい、まあやっぱりいろいろ象徴されてますね。すねこの文字にはね。はい、うん。A69 スケさんは、税でしたか。私は値上げの上とか、苦、苦しいの苦かと思っておりました。はい。いうことであります、はい。それぞれ皆さんね、思い浮かぶ一文字ありますね。ねえ。うん。ね まあその他ね、いろいろとこう感じのこともございますけれども、えもこちらもね、なん。 岡崎の神社じじいさんから久しぶりに投稿します。今回の選挙で自民党が主張しましたが、これは選挙前から分かっていたことです。というのも、今の野党では、日本の舵取りを任せられないからです。しかし、与党が大勝利を収めたと言っても、国民から信任を得たと思ってほしくありません。年金生活に突入した我々年寄りにも目を向けてほしいと強く願うわけでございます。ということでね。 うん、漢字にもいろんな思いがありますが1票にもそれぞれいろんな立場のいろんな人の思いがあってこの方はこういう思いでございます、うん、私ののお気に入りアピタピアゴササククル系サクスのスタイルッススイワン11時をお知らせします フラワーズ・ゴーンさん株式市場も自民圧勝は想定の範囲内ということで、小渕優子さんらの再選も含めて想定内でした。でも自分でも想定できちゃう、できちゃうっていうことは、今まだ 大多数の人の生活が安定しているということだと思います。とりあえず来年の、えー、近隣諸国への70周年記念事業を控えております。日本が将来どこに向かっていくかが問題なんだと思うんですが、テレビで、え田、ー、母上総候補が、はい、えー ね、に向かって若い娘が、日本を守ってくださいとあ声をかけておりましたが、えー、日本を守るのは若者で、玉神さんはあの支持する立場の人やと思いますけども。<laughs> え、ね、いろいろな立場があって投票をして、日本は果たしてこれからどこへ行くんだろうということで、まだまだたくさんいただいておりますので、これもおいおいご紹介してまいりましょう。えー、あ、こちらの方が登場してまいりました。こんにちは。はい